お腹をへこましたい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20秒でお腹をへこますことができる膝つきタッププランクというのを紹介します。これのいいところはですね、腹筋全体を使うことができます。プランクで止まってる場合はですね、主に腹直筋を使うんですけども、今回はタッププランクですから少し動きます。そうすることで腹筋全体、腹直筋、外腹斜筋、そしてポイントで呼吸をしっかりね意識してもらうんですけども、その呼吸を意識してもらうことで腹横筋にも効きますので、腹筋全体に効いてキュッと引き締めることができます。足を動かすんですけども、その際に負荷を上げることができますので、より腹筋全体に効かすことができます。やる場所なんですけども、床の柔らかいところで行ってください。色の白い方はですね、膝や肘が黒ずむことがあります。そうするとですね、お腹を引き締めれるんですけども、肘とか膝が黒くなったら嫌ですよね。ですので、できるだけ床の柔らかいところで行ってください。気にしない男性は硬いところでも OK です。で、今回のポイントとしては、しっかり腰を丸めることで脊柱起立筋よりも腹筋に効きやすくなります。腰が反れてお尻が上がっている状態でプランクをしてしまうと、お腹が伸びた状態になってますから腹筋に効きにくいです。ですので、腰をしっかり丸める意識が大事です。で、次にお尻を締めること。お尻を締めることでおへその奥に意識が行きます。そうなると腰を丸めやすくなるっていうところと、お腹を締めることって結構意識が抜けちゃうんですけども、お尻を締める意識に転換していただくことで腹筋にも力がね入って、お尻が緩まない限り腹筋の力も抜けにくいです。ですので、お尻を締めることを意識してください。では、やり方を説明します。はい、膝つきプランクの一番のポイントなんですけども、肘の位置をできるだけ前にしてですね、それで腰を丸めて、このように体を持ち上げてキープです。腰が反れて、お尻が上がってしまうとお腹が伸びてますから腹筋の力が入らないです。ですので腹筋に効かないんですけども、腰をしっかり丸めることでお腹を締めた状態でキープですから腹筋により効きます。で、今回は今の状態から足を左右に動かしていきます。まっすぐの重心から足を左右に動かすことによって外腹斜筋にも効きます。ここでポイントがですね、息をできるだけ長く吐いて吸うのは一瞬です。20秒間行うんですけども、できれば呼吸を2回か3回ぐらいにしてください。ということはですね、だいたい8秒間ぐらい息を吐くイメージです。間で1秒吸います。そうすることで腹横筋にしっかり効かすことができますから、腹横筋が身につくとですね、腹筋が割れるわけではないですけども、ウエストが引き締まります。お腹を押さえる力がつきますから、ご飯を食べた後、水分取った後にですね、お腹がポチャッと出てしまう人は、その腹横筋が弱まっていることがありますので、今回しっかり腹直筋、外腹斜筋にも効かしつつ、息をできるだけ長く吐いて腹横筋に効かしていきましょう。では一緒に20秒間頑張っていきましょう。息はできるだけ細く長く吐いてください。いきます。お疲れ様でした。今回のはプランクで止まっとくだけのやつよりも、外腹斜筋と腹横筋に意識がいくので、腹直筋だけガツンと効いた感覚ないと思うんですけども、実際効いてます。
20秒間膝つきプランクしたことある人はわかると思うんですけども、肘をついて膝をついて手をしっかり前に出せばですね、20秒で結構腹筋にガツンと効きます。その同じ幅でですね、足を動かしてますから腹直筋にもしっかり効いてます。ですが足を動かす外腹斜筋に力が逃げる、腹横筋を使って呼吸を意識しているっていうところに意識が少し逃げますから、腹直筋も効いてるんだけども、腹直筋じゃないところに意識がいってますから、しっかりね、そこまで辛すぎずちゃんとできてます。ポイントとしては腰をしっかり丸めて出た方は腹筋によく効いています。お尻を締めて、お尻が締まってない人はですね、自然とお尻が上がっているので、お尻が上がるってことはお腹が反れて伸びているってことなので、腹筋に効きにくいということで、お尻をまず締めると腰が丸めやすい、腰が丸まると腹筋に効きやすいということになります。しっかり腹筋全体に効いてますので、これをですね、まあ、30秒40秒って長いと飽きちゃうので、まあ、20秒間ぐらいをですね、まあ、5セット10セット分けてもらってですね、まあ、2分間ぐらいのエクササイズとしてやってもらえたらと思います。で、腹横筋をしっかりね使った場合っていうのは、翌日お腹がキュッと締まった感じがします。ですので、やはり今の時代はですね、まあ、スマートフォン見たりパソコン見たり、意外と呼吸が浅くなってますから、しっかり息をふとね、お腹をどんどん引っ込ましながら息を長く吐いてみてください。しっかり吸ってしっかり息吐けばですね、まあ、実際タートルは1分ぐらい吐き続けたことがあります。ですが、いきなりではないです。しっかり吐く吸う吐く吸うっていうのを繰り返して、いっぱい吸える状態を作って、だいたい30秒40秒ぐらい吸い続けました。そうすると長い時間息が吐け続けます。そうするとお腹っていうのはですね、腹横筋がしっかり使われて、コルセットみたいにですね、腹、お腹をキュッと引き締める力が身につきますので、ぜひね、食べてすぐとか飲んですぐとかお腹が出ちゃうよって方は、呼吸を意識しながら今回のプランク、または他のエクササイズを行ってみてください。ということで、今回は腹筋全体に効いてお腹引き締め効果のある膝つきタッププランクでした。頑張ったか、勉強だか、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも短い時間、短い回数でしっかり効くエクササイズを紹介してきますので、チャンネル登録されてない方はですね、よかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。